それじゃあ、先ほど取ったチキンですね。これが、解体できるんだと思うんですよね。あ、できますね。ナイフ。ナイフだけか。これでスモールアニマルミートとアニマルファット、フェザーが取れるみたいですね。53ミニッツ。まあ、1時間弱ぐらい。よし、やっちゃいましょう。オッケー、取れましたね。ヒート。ヒートじゃないんだよな。フェザー、アニマルファット。あ、間違った。インタラクトして、ドライミート。ドライミートってそのまま食べれるんですかね。アニマルガッツが 91.3%。あ、もう少しだ。フェザーと、この辺はここに入れておくとして、もう食べちゃうか。お肉をどうするかですね。今は干せないので、料理ができるのかな。あれ取れない。肉、ドライミートにしてしまった方がいいんですかね。塩があればできましたよね、確か。あー、ビッグじゃないとダメなんだ。スモールだと使えない。ということは、スモールミートはどうしたらいいんだろうな。焼いてしまいましょうか。よし、それでは、ああ、肉が置いてある。あ、ちゃんとそういう表示になるんですね。木の皮を置いて、剥製、これでいけんのかな。どうだ。あ、着きましたね。3時間。どうなるんでしょうね。ちょっとこのまま置いておきましょうか。でその間に、これを、スモールアニマルミートバーン。バーンってどういうことだ。これ焦げてんじゃないですか。チャコールになってますよ。炭になっちゃった。あれどういうことですか。あ、これはでもあれですよね、薪が燃えた炭ってことですよね。これバーンってなんだ、自分で取らないといけないのかな。ちょっと待って待って、消すにはどうしたらいいんだろう。消せないな。これもう焦げてますよね。消してほしい。あー、これもうつきっぱなしなんですかね。一回やっちゃうと。じゃあ薪の量を調節してあげないといけない。あ、いや、また入れちゃった。そっかそっか。じゃあもうこの辺置いておきましょう。これ食えんのか。食べてみましょうか。あ、めっちゃ喉乾きますね。まあ一応食べれないことはないっていう感じですかね。あ、じゃあついでにこの辺も焼いちゃおう。せっかくなんでね。あー、めっちゃ直火焼きですね。で、いいところで取ってあげないといけないんですね。そうかそうか。どうでしょう。ドライミート、ドライミートのままバーンになってますね。バーン、ちょっと取りましょう。バーンってどういう意味でしょう。ちょっと調べましょうか。あー、ですね、焦げるっていうのがバーンっていうらしいですね。なので焦げちゃったみたいです。難しいなちょうどいいところがわからない。あら、ドライトは 39.5。 わ、全然、めちゃめちゃ時間かかる。こっちはもう少しですね。
いや料理難しいな、焦げるだけで、作ったら作ったで置いておくスペースがないんですよね。車の中に入れておくか。じゃあどうしましょうかね。あと作れそうなものとして、ウォーターバレル、あ、ウォーターバレルあるといいかもしれないですね。汲んできた水をここに入れておけますもんね。ジェネレーターは、あ、ギアが6つもいる。ウォーターバレルを作りましょうか。木の板とネイルが10本とコンポーネントが4つですね。 OK。 よし、で今すでに4リットルあるはずなんで、これでギブっちゃいましょう。 OK。 100リットル貯めれるみたいですね。雨水とかも貯めれたら一番楽なんですけどね、取りに行く手間が省けるんで。あとは何だろうな、ワークベンチはあるんで、あとブラックスミスプレス、プレイス、プレス、プレイスかな。あとムーンシャインスティールっていいのかな、ソーマシーン。この辺になってくるとギアがいるんで、ブラックスミスプレイス、これは作れそうですね。ネイルが30本、これちょっと見てみましょうか。コンポーネントも20個ぐらいあったような気がするんですけども、16-20、ジャストだな。でネイルが30本、石がいくつだっけな。で今時間がもう9時44分なんで、続きはね、朝やりましょう。朝までスキップ。それではね、ブラックスミスプレイスでしたかね。材料が揃ったんで作りたいと思うんですが、でかい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 っすね。どこに作ろう、邪魔だもんな。まあ、一回この辺に作りましょうか。どんなもん、こんなもんですかね。よし、作っちゃおう。でい、よし、向きは合ってますよね。よし、作りましょう。4時間、はい、いけますね。スタートビルド、いや徐々にできてきてますね。おっと、できましたね。完成です。要はフォージですよね。これがフォージですもんね。あー、何の音かと思ったらこれか。これで、アメリカンイーグル、あ、メタルインゴットを使えばこのアメリカンイーグルっていう武器が作れるわけですね。でアックス、あ、ピッケル、ピッケル欲しいな。これもインゴットがいるんだ。ハンマーで、アローヘッドと、あ、ギアも作れるんですね。メタルインゴットを作るには、あ、メタルスクラップかな。あ、3つ作れますね。これは、あ、これじゃ作れない。30分ってことですよね。ちょっともったいないんだけど、メタルスクラップ使っちゃいましょうか。どうだろう、メタルメルトマネージャーズ、メルト、ああ、そういうことか。これでロックして30分後にできますよっていう。これで16個できますね。16個できれば当時でギアが4つ作ることができますね。そうじゃなくても、ピッケル欲しいな。これで石が砕けるようになるんですかね。何が作れるんだ、ジェネレーターとか作れますよね。ソーマシーン、ソーマシーンには電気がいるから、どちらにせよこのジェネレーターが
いると。6ついる。あ、その前にワークベンチのレベルアップするのもいいですよね。そうするとロックピック、スモールアニマルトラップ、あとロングボウですかね。タクティカル、なんだこれ、クイーバーなんかができるようですね。ちょっと可能性が広がってきましたね。そうですね、生存者を見つけたい、見つけたいんだけど、そのためには弓が欲しいところではあるんですよね。弾がどうしても有限なんで、ドロップ、あ、ドロップ以外で作れるのかな。あ、作れないですよね、やっぱり今のところ弓矢しか自分で準備することができないんで、弓を作りたいんだけど、あ、違う、アニマルガッツがね、乾いてくれない。あとは特にないっすもんね。それでは、水どうでしょうね。これもしかしたら、こういうことなんじゃないんですか？テイク。あ、そういうことか。空のペットボトルがいるみたいですね。入れるためには。これで入れれると。あ、なるほどね。オッケーオッケー。じゃあ空のペットボトルは捨てたらダメっていうことですね。よし、じゃあそんなもんかな。それじゃあですね、車が解体できるようになったみたいなんですよね。この斧でできるのかな、やってみましょう。あ、削れてますね。さて何が出るんでしょう。あ、メタルスクラップと、ウッドスクラップとカーバッテリーとコンポーネント。あ、結構いろいろ出るんですね。コンポーネントも4つ、メタルスクラップが6つ。なるほどね。よし、じゃあこの調子で他の解体できる車もね、解体しちゃいましょう。これはどうなんだろう。あ、これはできないんだ。よし、コンポーネント、メタルスクラップ、バッテリーか。バッテリーばっかりだな。エンジンとかは出ないんでしょうかね。よいしょ。あ、今度はバッテリーも出ない。おっと、バンディット戻ろう。さてどうでしょうね。インゴットできましたかね。できない。長いな。あ、いや、できてるな。できてますね。あ、12個これでできましたね。そっか、これも作っておくか。いや、ちょっと待てよ、これだけ作っておくか。それでは、では、どうしようかな。アメリカンイーグルよりもピッケル作りましょうか。ギアも作っておきたいな。まあ、ギアを一つ作って、で、で、これでピッケルが作れますよね。ピッケルを作ると。OK かな。 OK、 じゃあこれでピッケルを装備、ギアをもう一つ作っておきましょうか。それかアメリカンイーグル、アメリカンイーグルもいいな。まあちょっとギアにしておきましょう。OK、 それではね、
それでは、ワークベンチの方ね、レベルアップをしましょう。うん、足りるね。オッケー、これでレベルが2になりましたね。次は、あ、これがもうマックスなんだ。これで作れるようになったのがロックピックとスモールアニマルトラップですね。ロングボウ、まあアニマルガッツやっぱいるよね。あとはこれか、タクティカルクイーバー、クイーバーでいいのかな。そんなもんですかね。オッケー、よし。それじゃあね、もう時間的に今もう夜中の1時になってしまったんで、朝まで寝ましょう。おやすみなさい。